こんにちは。今日は私は死ぬばかりに悲しい、なんでそんなって思われるかもしれませんけど、そういうタイトルでお話をします。そのためにもちょっと最初に聖書を読みます。一同がゲッセマネというところに来ると、イエスは弟子たちに、私が祈っている間ここに座っていなさいと言われた。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを伴われたが、イエスはひどく恐れてもざえ始め、彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず目を覚ましていなさい。少し進んでいって地面にひれ伏し、できることならこの苦しみの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、こう言われた。アッパ父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。しかし私が願うことではなく、御心にかなうことが行われますように。実はですね、今教会では受難節と言いまして、イエス・キリストが十字架におかかりになったことを覚えてですね、過ごす時期なんですね。で、今日ここやりました聖書の箇所は、これはイエス・キリストが十字架にかかる前の晩にですね、ゲッセマネの園と呼ばれるところで祈った、その記録が書いてあるところです。で、私は今日その私は死ぬばかりに悲しいというタイトルをつけました。一番大きな理由はですね、イエス・キリストがそのゲッセマネで祈る前にですね、弟子たちに言われたこの言葉がとても深く打たれたと言いますか、イエス・キリストという方に非常にこう深くこう打たれたというか、その苦しみについて思わされたところですね。で、私も長年牧師をしておりますから、何回も聖書を読んでいるんですけどですね、しかしどうしたことかですね、このイエス様が私は死ぬばかりに悲しいと言われた、こういう聖書の箇所についてですね、読んではいたんだけど通り過ぎてたと思うんですね。で、この言葉に非常に深く打たれたのは、実は今から15年ぐらい前に私の家内が亡くなりましてね。で、率直に言って非常に悲しくですね、辛かった時期があるんですね。しかし牧師をしているということもありましてですね、ええかっこしいなんでしょうね、信徒の人に辛いとか悲しいとかっていうことはですね、ほとんど言わないまま、でも自分のうちにはそれを抱えながら、いろいろな働きを、してたんですね。で、ちょうどこの受難節の頃になって、聖書の話をするときに、このゲッセマネの聖書のところを用意してて、で、お話ししようと思って用意しててですね、改めて、そんな風に驚くのもおかしいかもしれませんが、驚いたのは、その、私は死ぬばかりに悲しいっていうこのイエス様の言葉に驚いたんですね。その、一つはですね、イエス様が率直って言いますか、その隠さずに自分が本当に悲しいということをですね、最も近しいと言いますか、親しい弟子たちに打ち明けられた、そういうこの何て言うんでしょうかね、隠さずにこの自分自身をありのままこの表現するっていう、そのことのものなんですよね。イエス様はかっこつけなかったんだなっていうことをすごく思いましたね。それからもう一つは、そのイエス・キリストが十字架の前の晩祈るって言いますかね、この神から力をいただいてその務めが果たせるようにというのは祈る時に、そういうこの悲しみ辛さを抱えて祈られた。クリスチャンですから、私たちはこの私の贖いのために十字架にかかられる前の晩、イエス様はそんなに深く悲しい思いで自らの死と向き合われたということをとても強く思ったんですね。
そしてこのまあその言葉によってとても言葉っていうかのそのこの言葉によってあのとても慰められもしましたし、またその改めてですねキリストの贖いの恵みに深く預かるということをこう思いました。まあ、一番私自身があのこう個人的にはほっとしたのはですね、ああもっと素直にその何て言うんだろうな、格好こしいしないで悲しい時には悲しいって言っていいんだよっていうふうに言われたことのように思ったんですね。そしてやっぱり人間もっと素直にこの信仰を持ってるとは言いながらですね、素直に格好つけないで自分の弱さは弱さとして表現していいんだっていうかな、それでこう一つ慰められましたし、もう一つはまあこんな私のためにイエス・キリストがこのあれですね、死ぬばかり悲しいっていう悲しみをこの自らの上に引き受けてくださったってことに深く打たれました。そしてまあ最終的には先ほど言いました聖書のようにですね、イエス・キリストはこう祈ったですね、父よあなたは何でもおできになります、この杯を私から取り除けてください、まあ、この杯っていうのは十字架の死ってことでしょうね、しかし私が願うことではなく御心にかなうことが行われますように、私が願うことではなく神様あなたの御心にかなうことが行われますようにっていう祈りですね。まあ神様の前に自分の願い思いを訴え、しかし自分の願い思いではなくて、もし神様がそのことをお求めならばあなたの御心が、まあ、行われますようにと祈られたんですね。でまあ自分の問題にやっぱり変えていくわけですけれども、もう、まあ、私の妻も死んでるわけですけどですね、その私の妻の死を通してあなたは何を私にさせようとなさってるのか、そのことがこの子分かるものにさせてください、その時には従うことができるものにさせてください、そういう祈りへと、まあ、導かれたのが、まあ、この聖書の箇所です。まあ、前復活については何回かお話ししましたけどもですね、そのこう受難、神の子イエス・キリストの、まあ、私たちを贖うために引き受けてくださった苦しみということをですね、あの覚える時期が今受難節なんですが、この時に、まあ、少しその分かりにくいところもあったかもしれませんけども、クリスチャンにとってはこのキリストは私のために苦しみを受けてくださった、十字架でこの贖いの死を遂げてくださった、その恵みによって、まあ、その愛によって、まあ、私のようなものは神の前に許された、そのことを深く覚える時なんですね。まあ、皆さんも、まあ、受難節の時にできたらそういう、こう教会の礼拝にですね、まあ、出席して、まあ、この御言葉に聞く時を持っていただきたいと思います。今日はこれで終わります。